吉永小百合さんが主演のやつでね、はい、大泉洋さんが、いい役でやっておりまして、はい、この映画この間ね、私の試写会の方で舞台挨拶、吉永小百合さんのね、間近まで行って、
話しかけることはできなかった。前回倍賞千恵子さんの舞台だった時は話しかけられました。したくない。でこの人はもう話しかけようにももう取り巻きが多くてね、もう僕が近づこうと思っても近づけなかったんですけども、この映画こんにちは母さんというね、まあ非常に意欲作なんですけど、前にチケットをですね、今時この昔のチケットと違ってもういろいろ QR コードがついてあったり大変なんですけど、まあ映画館に行って、でもうこのね映画はね、あのシネコン、またこの間私行きました、はい、あの南海会館と、昔で言ったら南海会館や高島屋の向かいのところね、はい、で、結構ねあの好きな席に座れますよ。これは本当に中高年の方には必ずね、はい、もう絶対見てほしいような映画で、これ前引き1200円のところをね、1000円にいたしますので、でこれ安いやつです。まあ、よかったらお買い求めくださいませ。どこの映画館でもね、日本中使いますので、そうやってくれって松竹のね、営業部の方から言われましたので、これまたお帰りの際にあの受付の、そうですね、入り口のところで、はい、はい、こんにちは母さんキャンペーンを兼ねて、はい、いつでも夢をでございました、はい、ピンキーさんありがとうございます。それではですね、1回目のステージで、まあ、夏の思い出を語りました。私の仕事上の夏の思い出いろいろあって、次のステージはですね、中秋の名月という、まあ年によってこの期間が違うんですけどね、だいたい9月の中頃から末でございまして、普段お月さんに縁のない方もお月さんをね眺めようという中秋の名月についての仕事での関わりの思い出でございます。いや、その前に、ゲストでございます、陳道屋さんの伴奏で、一生懸命いつも歌を歌っていただいている青木美香子さんでございます。先週になってから、はい、オリジナルのカラオケで、はい、いろいろカラオケで、サウンド、そうですね、ジョイサンドとか、はい、ダムとかで、ね、はい、青木さんのが入ってるんですけど、はい、今回また新しく、また新しく入りました、はい、10年前にリリースした優しい風という曲なんですけれども、自分で歌詞を書かせてもらってるんですけど、先にダムにはもう10年前に入ってたんですけれども、この度ジョイサウンドでも入れていただくことになりまして、9月16日から配信でございます、ね、まあ、はい、オリジナルの伴奏の音が入って、そうですね、で画面はあなたが映ってるわけ、そうなんですよ、私のイメージプロモーションビデオが、はい、ついておりまして、まあまあどうぞね、はい、大阪港とか、USJ の海岸とかで撮ってる風なんです。あ、はい、そうかそうか、優しい風に合わせて、はい、はい、そういう映像にやってます。やっていただきましょう、はい、それではね、こういうお召し物で、はい、で例によってこのネックレスが、また5回目ぐらいにずっと同じのつけてる感じがします。作ってるおじいさんものすごく私にも、おじいさんじゃなくておじさまでございます、謎の人でね。YouTube またここカットで、ピノキオのね、ピノキオを作ったおじいさんいませんか、はいはいはね、はい、あんな感じで作ってらっしゃるので、はい、夢があるんです ね、 ね、ゆったりとしたアトリエで作られてます ね、 こだわりの、はい、ね、こだわりの、はい、ということで、1曲目はですね、はい、よぎりよ今夜もありがとう、忍び合う恋を後回り。
で、15日はね、その時に、はい、天下の方ね、そうなんです、一緒に行きますけど、こういう感じのね、懐かしい曲を、確かにありがたいんですけどね、はい、青木さんの歌のショーもあり、はい、私の後藤又兵衛大阪行きもあり、すごい楽しみ、新之助さんの合奏もあり、ね、はい、いろいろあって、まあ、はい、2時間ほどね、そうですね、なんで私たちが2時間やらなきゃいけないかというと、私たちの後に、漫才のね、もう昔からの人気の、はい、ザ・ボンチさんが、はい、ザ・ボンチさんが後ろに控えて、はい、私たちが2時間近く、はい、これ大昔だらね、どうなってたかというと、私らがこう2時間やる分に、多分ね、はい、フラワーショーにね、そうね、3組ぐらいはね、太平トリオね、はい、それから、はるがかなた、はい、こんな4つ5つ漫才があったんですよ、はい、それがみんな順番順番にあの世に行かれて、とにかくね、音楽のあるね、ボーイズとかなんとかトリオとか、横山ホットブラウン、そういう方々が並ぶんでやるんですよ。そうしたらもう演奏したり歌うこともあるから、普通の漫才だったら15分20分までなんですけどね、そうですね、20分ぐらい3組とか、ね、それがもう横山ホットブラザーズさん、僕一回一緒になったことは、はい、お客様が乗せたら何本でも歌を歌ってね50分ぐらいやりましたよ。その時はモダンチョキチョキズというね、若手のバンドのスペシャルゲストで出て、本当は15分ほどでよかったところを50分やりました。すごい、みんな乗せてうわーって、何やってもうおーって、いけますもんね、やめない。でもまあそういう方々が減ってきて、我々責任重大で頑張らなきゃ、いいポジションで、もう社長は、ね、青木さんもいいポジションや、ありがとうございます、頑張りましょうね、セットでね、連れていていただきますので、はい、はい、それでは中秋の名月のお話を始めます、よろしくお願いします。はい、私もね、高校まではですね、九州の福岡の方の邸宅育ちでおりました、夏休みはですね、花火大会があったらお家の2階の方に上がると見えるんです、福岡の真ん中辺に福岡城の西側の堀になっている、大堀公園というところでね、花火大会が、それを私はもう家からね、2キロ離れた家から見て、家族全員屋根の上に上がって、お父さんに長男次男、さすがにお母さんは上がらなかった、で2階の屋根の上まで上がって、でそれを私はね、高校時代は勉強がなかなかできなかった、周りがどんどん勉強しなさいとか言うんですけど、できなかった、そういう時、この秋のこのひとときね、私アマチュア無線をやってアンテナも屋根の上に立てた、キュピカルクワットというね、このダイヤのダイヤモンドみたいな形の電線を2つ張ってキューッとやって、でそのついでに中秋の名月屋根の上に上がって見ております。僕の将来はどうなるんだろうなと思いながら月に向かってね、会話をして、昔の歌、お月さんこんばんはとかいう歌があるんですけどね、藤島武雄さんのね、たかたったらたたお月さんこんばんは、大変だそういうあるんですけども、お月さんと会話をするというのは非常に重要な時間でございます。お仕事の方でもね、まあ、この天王寺からすぐ近くで阪和線に乗りまして、阪和線で南側に行きますと、いろいろ、まあ、駅があるんですけど、南田辺という駅、南田辺の駅からちょっと歩いて4分ほどに山坂神社というね、そんなに大きい神社じゃないですけど、昔はかなり広い境内だったと思いますけど、そこの神社の、中秋の名月の会に呼ばれたんです、ねえ、本当に何したらいいの、こちんどん屋で、ほんでそこで1時間ほどこの三州殿のとこでやってくれ、ねえ、それで何しようかなと思いながら、まあ、演奏したりいろいろして、で、まあ、かといってその氏子の人がよく集まるわけでもないんですけども、しめ縄が張ってある中で我々やって神聖な存在や、神様と同じところに、でその時はもうやるのはやったけど、まあ、どうして呼ばれたのかなと思い、宮司さんもね、あんまりその愛想のいい人やなかったから、あの喜んでるのか喜んでないのか分からなかった、まあ、それこそ神事で忙しいのかも分からない。でもう一つが、あれはね、近鉄電車でね、
河内奄美というところ、河内奄美、はい、河内奄美というところが駅を降りてからまだ10分ほど、布施神社という、はいはい、この布施神社というのはですね、私も非常に縁があって、その布施神社からちょっと行ったところに、ジャンボフードというね、ジャンボフード松原という大きな市場があったんですよ。もう私は椿山の世界に入ったすぐの1981年、もうとにかく朝の一発目、朝の10時、ジャンボフード松原の店内、まあいろんなね、果物屋さんから八百屋さんからお肉屋さん、豆腐屋さんから何かって、呉服屋さんから文具屋さんからもういろいろ何でもかんでもあるのよ。それがぐーっと、それこそ まるでパチンコ屋さんの台の配列みたいになってるわけ。ね、表もあって裏もあって、 それをね朝の一発目がラッパ吹いてね、今でももう私の師匠の大野さんという無声映画上がりの方のラッパーの人と2人で録音残ってるのよ。ジャンボフード松原、ほんでずーっと回って、僕はもうその時24歳、相手の方は76歳、76歳のラッパーの人ともう2人でやって、僕はもう一番の一里口からまず入って、なんかケーキ漬けやってくれわーって、その時はね、帰ってこいよーってやってるんですよ。もう本当に、何和子や松村和子さんの歌がヒットしてる頃で、きっと帰ってラッパー吹いて、もうね、二人でラッパー吹いてうわーっと回って回って回って、なかなか終わらない。また回った、まだあるか、まだって言って、もう僕は大体途中でへばってました。ところが76歳の大野さんのラッパーはへばるどころか、思い出でいたらさらに大きな音でうわーっと吹いて、さすがでございましたけど、その、ジャンボフード松原、そこを出まして、しばらく行くと布施神社が、でその辺でもうさすがにもうラッパー吹いてる人もみんなね、布施神社で休憩をして、鎮座さんの休憩場所やった。ちょうどいい場所。ほんで市場はものすごい繁盛してるから、僕ね、一番若手ですけどね、布施神社のその森の中でね、もうぼちぼち出発した方がいいんじゃないですかとか言うんですよ。大学での真面目ですから、いやもう店繁盛してるからいいんじゃないですかで、いろんなおばあちゃんが寄ってくるんですけどね、でそんで前も言ってた大失敗もあるんですけど、その一番中で息子が商売してるんやっておばあちゃんが陳年さん、ここで1時間ぐらいです。大野のラッパーの大野さん、そこで昼寝とかいうようなこともありました。思い出深い神社、布施神社、そこでね、中秋の名月で呼ばれました。それがもうなかなか、素晴らしい神社で、宮司さんはね、新宿の花園神社の宮司さんとお友達だそうで、でいつもね、その時も言われました、林君もうなんか新宿でやるときは俺に言うてくれ、俺花園神社に言うといたから。まあなかなか花園神社で昔はね、唐十郎さんが赤テントでやって評判を呼びましたけど、なかなか行くことはないんですけども、ほんでなんで鎮魂屋で終わり1時間もやる、やっぱりね、この昔はおそらくね、そう、しめ縄張ったその中の空間で何らかの祭祀に関する芸能がやられてたはずなんですよ。でやる人おれへんから、もう鎮魂屋さんなんかやってください、そういうのを後々になって気がつくんですけども、やっぱり、あの世とこの世の交流といいますか、みんながこの心が清らかになるような、そういう芸能をせないか、これから私はね、こうやって、鐘や太鼓を鳴らして、もう居酒屋の宣伝もするけど、神社に行ってそういうね、高尚なこともやらないか来年から大研究会をして、もう私はもう人も募集してやることになっておりますので、ね、ふーちゃんも頑張って、ふーちゃんはふーちゃんで、調べおしまいとかね、みこまいなんかももう習得して、もう大体本当は刀を振り回す女なんですよ。振り方がね。シャン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 。そういうことも含めた、芸能をこれから、もうちょっと追求しようかなと。これも中秋の名物を、思い浮かべてですね、ヒントになったわけでございます。それでは、お次の歌でございますけども、月の宝泉寺よ、月Yeah.
とかですね。そうですね。十五夜お月さん。で、あの、はい、おまんじゅう食べたりそのお月見団子を、ね、欲しいですよね。はい。いうのをお供えしてというね。はい。からあのお子さん方はね、はい、セーラームーンっていうのがあって、あ、私その曲月に変わってほしい CD に入ってます。はい。月に変わってムーンライト伝説。ムーンライトです。ムーンライト伝説。はい。月に変わってお仕置き、はい、だからもうお月さんお月さんもお仕置きしてもらえない。そうなんですよ。見てはるんですよ、ね、悪いことしたらかん、はい、いうことで、そうだと思います。やましいことが、やましい全くないです。お仕置きしてもらえない。だから孫の意味もね、やっぱお月さんを見ようというなかなか機会がないので、はい、こういう時は見せなかなと思いますね。そうですね、はい、はい、ということで、はい、青木美加子さんでございます、はい、ありがとうございます。もう一つね、中秋の名月といえば京都の方ですね、はい、京都の方にね、今熊野神社といいまして、新しい熊野神社、今熊野神社でこの中秋の名月の時に、はい、なんと私はね、能のね、はい、沖縄というのをやったことある。3年ぐらいやりましたよ。これはなぜかというと、まあ、京都の方の大学の先生と神社の方との提携したプロジェクトがあって、あれはね、猿楽プロジェクトや。猿楽プロジェクトって言って、まあ、その昔今熊野神社の方でね、足利義満さんがね、観阿弥世阿弥さんを見て、芸を見て素晴らしいと、ほんでまたお抱えになった記念に、その当時のね、何時代になりますか、足利時代じゃないや、もう平安時代の末期というか、足利室町時代、室町時代ね、その頃の能や猿楽はどうだったか、特に、足利義満が見ていいなと思ったその能の演目は何だ、それをね再現しようというプロジェクトだ。それ文学方面でもいろんな方が文献を調べていろいろやって、それから能の人はなかなか敷居が高かったので、一応狂言の方で茂山明さんに来ていただいて、いろいろ考察を加えて、当時はこんな衣装、装束を着ていただろう、だからどういう舞台でやって、特にね、地面の上でやってたことは間違いないだろうということで、月明かりの下、地面の上でどんな能をやってた、ね、足の方はね、革の足袋を履いてたはずなんですよ。草履とか履かずにね、そんなことを再現しようといろいろ盛り上がってやったんですけどね、結局やってるうちに、やっぱせっかくその有志集めてお稽古、私もの 半年間お稽古してやる、半年間お稽古、あと3ヶ月稽古でやるようになったんですけど、慣れてくると、古いね、脚本も取り出してやってたんですけどね、やっぱやるとなったら、僕はその初心の、最初の初心でやりたかった、月明かりの下、まあ、ちょっとかがり火があってもいいけども、地面の上でやる能ということをやろうとしたんです、うん、ところがみんなね、宮司さんも周りもね、同じやるんやったら、ちゃんとした衣装でやろうやないかと、京都の井筒というね、時代衣装の会社があって、そこに頼んで、なんと、キンキラキンの衣装、キンキラキンの衣装、じゃあこのキンキラキンの衣装着たら、もう地べたの上でするわけにいかんから。立派な舞台を作る、舞台を作ってキンキラキンの衣装、そんで、これで月明かりでは暗いだろうと言って、もう照明を光合度って本末転倒みたいな。ほんで、地元の方々ね、舞台とかなんとかやるんですけど、なかなか人前でやったことない人が多かったから、最初の今はね、多分ちゃんとやってると思いますけど、これでは声が聞こえないというので、みんなこれピンマイクを使って、で上手な人はいいんですけど、下手な人が中におるんですよ。それもスピーカーからドアってなるなんてことがありまして、なかなか大変だったんですけど、それがあってもね、やっぱり改めて今日の土地でこの月明かり、中秋の名月見ますと、なかなか心が静まったものでございますけど、そんなことを思っております。それではお次は、文香の踊りでございます。大阪は南の新地のあたりに小連れの女が流れてきまして、ちょっと大きな声では人に言えんような商売を始めたんです。
どこの誰の子やら周りの誰も知りませんでした。その子が少し大きくなっていつやったか母親に聞いたんですわ。うちのお父ちゃんどこにいたの。女の答えはいつも決まってました。あんたのお父ちゃんはな、戦争に行ったはんねん。それからしばらく経ってその女に新しい人ができまして、ちょこちょこ家にも来るようになりました。このおっちゃんどこの人なの。子供に聞かれて何言うてんねん。あんたのお父ちゃんやないか。戦争から帰ってきはったんや。女はそう答えました。ようあることですねんけど、3ヶ月ほど経ったらその男はもう本読みになりまして、女は毎日泣いとりました。それを見てその子が、お母ちゃん、お父ちゃんまた戦争に行かはったんやろ。そんならうち戻ってきはるまで毎日あの橋のとこへ迎えに行ったるさかい、もう泣いたらあかん。その橋ですけど戦争が終わる頃まで戻り橋と呼ばれてたそうですね。So
まあ、何万石でもお望みしないとなことでございますんで、どうかこの通りでございます。いやお主がそう言ってくれるのはありがたいが、わしはどうしても徳川方に着くことはできんのじゃ。いくら何十万石積まれても、その申し出は断る。断るとのことです。断る。そこをなんとか。そこをなんとかと言われてもな。あ、そうだ、拙者は徳川方に着くわけにはいかぬが、拙者のせがれがおるんだ。せがれではどうかな。あのな、そうだ、五千石ぐらいならせがれをそちらの方へ使わそうと思うが、どうだ。後藤先生のご子息を仕官されるということでよろしいですか。うん、少々お待ちくださいませ。私が後藤又兵衛であります。地高より地高より有吉将軍から聞き及んでおる。おう、そなたの息子をこの細川に仕官させてもよいということであるな。五千石でよいと。仰せの通り五千石でござります。あ、安い。何を調子に乗ってしかし、その息子はこの近くにおるのか。おお、顔が見たい。おります。おい、親父、せがれの陣太郎をこちらに連れてきてくれ。おお、親父。ご子息はどちらじゃ。決して息子は。息子は。ご子息はどちらじゃ。こちらでござりまする。あ、俺がもせがれの陣太郎にござります。さあ、陣太郎喜べ、細川様に仕官させていただくことになったわい。さあ、どうしたんだ、どうしたんだ。細川様、この度はせがれ陣太郎を仕官させていただきまして、誠にありがたく存じまする。さあ、せがれの陣太郎よ、豊臣徳川が欠落、この戦において駒さんも血のみ子であるが、五千石の敗北だ。有吉上限に抱いてもろうて、さあ、後藤のせがれ陣太郎をここにありと、先陣を切って大恩城で出向いてくるんだ。その時にこの後藤又兵衛、お前さんの刃に切られてやろう。さあ、天下の豪傑後藤又兵衛の首を取ったとなれば、五千石はおろか十万石の値打ちがあるぞ。さあ、陣太郎、勝利があればこの言葉しっかと胸に畳み置いてくれ。
けで、これはね、実はね、2007年ですからね、何年前や、もう15年ぐらい前か、16年も昔にね、OS 劇場っていうところで年末公演でやったんですよ。これなんでやったかというと、その時にね、もうそんな昔か、NHK の大河ドラマでね、はい、あれ、真田丸、そんな昔か、真田丸はそこまで昔じゃないと思いますよ。あれ、なんでやったの、あれ。なんで衣装がね、とにかく大阪城天守閣のイベントで、お正月のイベントで、あの大河ドラマがあって、それにちなんだものということで、大阪城天守閣のためにいろいろ衣装を借りてきてたんです。鎧びつもあって、中には鎧も入っていた、兜も入って、それを私担いでなんですけど、それをね、あのお正月のね、2日3日でやるやつを、すでに年末に衣装を借りてるから、その衣装、戦国時代の衣装を使おうじゃないかということで、そのために、あ、そうや、後藤又兵衛ぐらいやろうかなと思って、すごいたくさん借りました。で、非常に演技は別にして衣装だけは良かったんです。OS 劇場のことにね、そういう思い出がありまして。 YouTube とか上がってますか？上がってないですね。上がったらまた上げましょうか。もう衣装が素晴らしかったんで、それを今思い出してやってるわけでございまして、15日までには非常に完成度が高くなっていくと思います。明後日ですか？明後日です。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 孫が遊んでるんで、お人形借りてきてこれ使ってよくわかりますけど、はい、前売り券ね、佐賀瀬川の方のホールでやるイベントで、アピア835劇場という、これは FM 宝塚という、はい、83.5 ということでメガヘルツですね、これ前売り券2000のところ1000円にいたしますので、どうぞ あちら方面の、阪急方面の方来てください。それから、歌のメリーゴーランドはこれ12月の、ね、10日ですね、はい、青木さんのリサイタルに私も出るし、このうちの君も栗倒れ人形で出るし、それから、クロワッサンサーカスの、ね、清水さんという昔からの馴染みが来ていて、はい、もうだいたい綱渡りをすることになっております。道頓堀で綱渡りをご覧いただきますので、よろしくお願いします。それでは、今日の最後の歌でございますけども、ミュージカルのアニーのテーマでございます。ツモローです。
1回目のステージが夏祭り、そして中秋の名月ということで、まあ、要するに、後藤又兵衛の練習をしたわけでございまして、非常にご迷惑をかけました。それでは、ぶっつけ本番でございましたね。でも、ふーちゃんがいい感じで子守りのやつできましたね。ありがとうございます。さすがに、子供を2人育ててると。それでは最後の歌、ローレライでございます。